調子大橋は、一級河川利根川の川口付近を溶かし、千葉県調子市と茨城県神栖市を結ぶ、国道124号の橋梁である。利根川に架かる橋としては、最も東側に位置する橋である。現在開通している、調子大橋は2代目。橋梁部分の管理者は、千葉県知事となっており、千葉県調子土木事務所の所管に属する。 千葉県銚子市と茨城県鹿島郡羽崎町を結ぶ日本道路公団の有料道路として1960年4月、寄港、走行事費8億5000万円と2年9ヶ月の月日を経て1962年11月に完成し12月10日に供用を開始した。料金所は羽崎町側に設置された。橋梁部分1203.2メートル。 延長1450メートル、福音7.0メートル、水面からの高さ11.5メートルの高トラス及び、連続、単純合成番桁橋からなる超大橋で、トラスは赤く塗られた。橋長1203メートルは、当時国内最大級を誇った。当初30年で、召喚予定で強用されたが、予想以上に交通量が伸びたことからわずか12年で、 召喚市1974年5月23日より、無料開放、国道124号の道路橋として、その管理は、千葉、茨城の両県に移管され、後に、千葉県改装地域整備センター調子整備事務所が、管理した。2005年当時、1日、約2万6千台の通行量があり、千葉県の逃走地域と茨城県の、鹿家業地域における、産業、経済、 商業などに大きく寄与し、両地域にとって重要な基幹道路となる。なお、長子大橋という名称は一般の公募により決まったものである。橋梁外用手前が旧長子大橋。奥には新橋が姿を現している。2009年3月4日撮影。左側が新橋で、シャバリ橋部が暫定供用された当時は新旧の二つの橋をまたいだ。 右側の赤いトラスは解体前の休憩。共用後40年以上経過し、福井が7メートルしかなく、車両の大型化やモータリゼーションの進展に伴う交通量の増大、塩害等の影響による老朽化も著しいことから、抱え計画も視野に入れ、適切な補修計画、管理計画を定めるため、2000年11月に国土交通省、 共量専門家などからなる、調子大橋検討委員会が設立され、その後学識経験者も加えて、2002年3月に3カ年の緊急対策、管理マニュアルが策定された。特に地震時の対応では、気象庁長識気象発表の調子市の震度が、震度5弱以上を観測した場合、被害の進行、第三者被害を防止するため、調子大橋の通行止め規制を行い、 緊急点検を実施の上、通行の安全が確認された後、再開することとした。その他、20トン以上の車両通行を禁止している。また、調子大橋検討委員会において、加害についての早急な対応が必要となったことから、2001年8月に、千葉、茨城両県により、調子大強加害検討会を設立し、党委員会と連携を保ち、協力形式、 整備手法等の基礎調査を進めた結果、2003年度国庫補助事業として新規採択された。その後、2004年に本工事に着手、地質調査や測量が行われ、2005年9月15日に調子市において非公式を行い、総工費約210億円、協梁形式はしゃばり橋。 総延長1 5トル、現在の橋の約1 0ル上流側に並行して設置された。車道は2車線、福音7 5ル。下流側に、福音3 5ルの自転車、歩行車道が整備された。2009年3月24日に特に老朽化が、著しい中央航路部を迂回する形で、新橋のシャバリ橋部を用いた暫定供用が開始された。 翌2010年12月21日には、シャバリ協部の延長で連続して続く、茨城県上ミ川の橋梁部の暫定共用が開始された。これにより、1500メートルのうちの1060メートルが完成した。全体の完成は2013年のことで、残りの調子川の取付道路が完成したことにより3月7日に全線開通した。なお、急遽は、 平成25年度内にすべて撤去されている。利根川川口近く、上須市は崎地区と対岸の調子市街地を結ぶ、調子大橋。掛け替え工事が進む。ありがとうございます。